エンハイプンがフィフスミニアルバム、オレンジブラッドリリース当日、アルバム販売枚数で自己新記録を更新し、ましい飛躍を見せた。11月18日、アルバム販売枚数集計サイトのハントチャートによると、エンハイプンのフィフスミニアルバム、オレンジブラッドが発売当日、17日だけで計1383,292枚を販売。 これは前作フォースミニアルバムダークブラッドの初週販売枚数1322,516枚を上回る記録だ。また彼らはこれでファーストスタジオアルバムディメンションジレンマサードミニアルバムマニフェストデイワンフォースミニアルバムダークブラッドに続き4枚目のミリオンセラーアルバムを生み出した。エンハイプンは グローバルチャートでアルバム、音源、ミュージックビデオの再生数の推移の全てで目立った成績を収め、人気を加速させた。オレンジブラッドは18日午前10時基準でインドネシア、フィリピン、エジプトなど16カ国と地域の iTunes、トップアルバムチャートで1位を獲得した。タイトル曲、Sweet Venom はタイ、ポーランド、インドなど12カ国と地域の iTunes。 トップソングチャートでトップに立った。合わせて同曲のミュージックビデオは18日の午前11時頃、公開からわずか21時間で1000万回再生を突破した。また、エンハイプンは17日、KBS にテレビ、ミュージックバンクに出演し、タイトル曲、スイートベナムと収録曲、スティルモンスターを披露。 彼らはステージ初公開に先立って行われたインタビューで、スイートベナムとポイントダンスを紹介し、パフォーマンスに対する期待を高めた。エンハイプンはまず、スティルモンスターの舞台で暗く淡々としたムードを伝えた。横になった状態でパフォーマンスを始めた彼らは、モンスターを継承化した荒々しく、ダイナミックな振り付けを展開し、 ここにトーンダウンした色味が目を引くスーツを着用して曲の叙情的な雰囲気を倍増させた。スイートベナムのステージでエンハイプンはほのかなセクシーさと感受性が感じられる振り付けで甘い毒という曲のメッセージを表現した。デニムファッションで清涼な雰囲気を誇ったメンバーたちはいたずらながらもリズミカルなメロディーをキレのあるダンスラインを披露した。 彼らはこれまで見せてきたダークで強い雰囲気とは異なるパフォーマンスで新鮮な魅力を誇った。オレンジブラッドは愛する存在であるクンと再びつながり幸せと歓喜に満ちた少年が与えられたこの瞬間に最善を尽くすカルペディエム的な恋をする物語を描いている。タイトル曲のスイートベナムは全身に毒が広がってもクン。 のそばで耐えることを誓うストーリーを描いたグルービーなベースライン基盤のパンクポップジャンルの曲だ君の毒は甘く自分が生きていることを実感させるという少年の心をいたずらながらもリズミカルに表現したこのアルバムを通してエンハイプンが見せる新たな魅力に注目が集まっている